おい、おっさん。2回連続でおっさんのアップとかマジでどうかしてるよ。てかそんなことよりさ。おっさんが倒れてるのにそんなこと。この腕の周りにある青いのなんなの。それはピピスといって2枚貝らしいぞ。珍しく普通のものが送られてきた。普通のもの送ってきてんじゃねえ。なんで貝なんだから臭くもなく美味しく食べられるだろ。臭いものがいいんだよ。はあ、じゃあ私がいただくぞ。じゃあ、あはは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 。臭いの最高。レース、しっかりしろ。今なら何でもできる気がするよ。ノエル、ノエルを助けに行こう。そうだ、前回裏ボスを倒したから達成感で溢れていたけど、ノエルを助け出すのが目的だった。で、お前何ぐる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 してんの？そういう気分の時あるよね。わかる。鍵、かかってんな。てかこの部屋やたら広いだけで、なんもねえけど。ウェルカム、豪華絢爛、晩餐会でほど儲けの時間よ。あら晩餐会、今食欲ないですけど。絶品料理の皿のうち、たった一つに鍵が隠れています。鍵探し、中毒性の高い運ゲー。はぁ、この皿全部調べるとか無理でだろ。いや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 、スーパンこういうのは意外と近くにあったりするものなのよ。運ゲーと見せかけて心理ゲーなのよ。言ってる意味がわかりません。そう、鍵が入ってるのはここね。あ、いや、こっちかな。いや、それともこっちだったかな。お手上げ。もしかして諦める。いや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 、この私が諦める。また入れ替わった。諦めます。諦めないで。こんな運ゲー無理ゲーだわ。心理ゲーだったんじゃなかったのかよ。エラー、鍵捜索結果ノットファウンド。もしかして諦める。諦めるって言ってんだろ。諦めることも許されないらしい。クリス、違うことやってみた方が良くねえか。違うこと？もしもーし、ウーバーイーツさんですか？鍵を注文したいのです。ダメらしい。ダメに決まってんだろ。うん？今なんか一瞬動かなかったか？テーブルの足がない。おい、このテーブルの下になんかあるぞ。逆にテーブルの足はないけどね。え？うざいぬ？あー、逃げんな、こら。まさかうざい犬の足がテーブルの足代わりになるとは。あ、ちょ。楽しい。いや、楽しんでないで鍵見つけないと。そうだった。これだけ探しても見つからないなんて本当に鍵あるのか。それか相当運がないか。いや、これは、きっとこの中に鍵はないんですね。クイーン様ずるかよ。あ、鍵だ。よし、これで。なんだよ、普通に鍵あるんじゃねえか。え、壊れた？ほら、壊れる仕様になってたんですよ。やっぱりずるだったんですよ。暴走中、暴走中。うざい犬の暴走を止められます。やべー、すげー楽しかったな。いろいろ壊しちゃったのはどうかと思うけど。行こうクリス、もうすぐ3回だよ。よう、チキンナゲット。クリス、スーザン、無事で何よりだ。さあ急ごう。スージー、ノエルを助けられるのはお前だけだ。ここに屋上への隠し通路がある。ノエル女王、電撃的速やかに救出しなくては。ノエルはスージーの言うことなら聞いてくれるよ。行くぞクリス。いや、私は。いや、クリス、君は。そう、君はその腰銀ちゃんと一緒にクイーンの気をそらすんだ。さあ行こうスージー、僕と二人きりで。はっはっは。へへ、悔しいが、ノエルはスージーに譲るよ。もともとお前のものじゃねえから。クリス、君は僕を腰巾着だと思ってる？持ち巾着ぐらいには思ってるよ。え、ってことはクリスは僕のこと腰巾着以上だと思ってくれてるの？うん、だから持ち巾着みたいだよ。もちもちしてそう。腰巾着の発音が持ち巾着に似てたってだけだろ。俺は三駅の湖。あ、無用プールね。大丈夫、そのうち家族みたいに愛おしくなってくるわ。どうしてこんなものが。三駅、この館の電力源&飲むという会になる。それじゃバイバイ、ははは。どうやって渡れば。飲むと楽しくなるって言ってたし、泳いでいくとか。絶対やべえプールだろ。なんか来た。あはは、うん、これに乗れば渡れるね。あ、ちょっと私納豆をネバネバする用事を思い出しましたの。さあさあ恥ずかしがらずに乗った乗った。まさかアヒルさんボートとは。白鳥ね。ああ、うん、これはこれで楽しいかも。ねえ、あとはどうにかクイーンさんの気をそらさないと。そういえばそういう担当でしたわ。お、私は今完全に気をそらされてます。スージー、ノエルをさらうなら今のうちだぞ。クイーンからノエルを略奪。悪くない、悪くないぞ。あ、こっちのお子ちゃま遊泳じゃなくて向こうを見せてくれ。このちっちゃなお家みたいなのは何だろう。ゲスト用の素敵な南国風だよ。ちっちゃすぎて誰も入れないんじゃ。3駅で縮むから大丈夫。落ちてみます。やめとけ、溶けるぞ。クリス、バナナ拾って。クリスはクイーンさんの言いなりにはなりません。いや、バナナはカリウムだから、大切な栄養素だから。このクイーンの犬が。うん、いいよクリス、バナナは体にいいもんね。話題、何か会話の話題を。ラルセイ相手に何慌ててんの。この時期はかかとがコチコチになりますよね。他に話題ねえの。ねえ、クリス。僕ね、思うんだ。クリスと二人きりで過ごすのっていいな。って、変、かな。これって告白？いや、友達としてってことだろ。でもあからがおだぞ。そう言ってもらえて、嬉しいよ。クリスたちに初めて会った時、第一印象で嫌われないか、すごく心配だった。顔も隠してみんなに見えないようにしてた。僕、友達になってもらうにはどうしたらいいんだろうって考えて、きっと親切にすればいいんだ。って思ったんだ。でもね、今は少し違うことを思ってる。友達って、それだけじゃないよね。スージーは時々全然親切じゃない。自分勝手だし失礼だし嫌味ばっかり言う。でも、スージーって、そんなスージーだから素敵なんだよね。今日そんな風に思い直したよ。もちろんクリスも、そんなクリスだからいいなって。そんならら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 ら、慌てすぎだろ。え、そんなこと言われたの、初めてだよ。僕、
何もかも初めてのことばかりだけど、クリスにそんな風に言ってもらうのは、すごく特別だよ、ははは。特別。僕っぽいこと、ラルゼイ的ってどんなことなのかな。あ、ごめん、どうでもいい話だよね。今はこのボートのアトラクションを楽しもう。もう楽しめねえよ。意識が背中に集中しちゃって無理だよ。意識してる意識してる。いや、レースの勘違いじゃね。は？こちとら特別って言われたんだぞ、ラルゼイ。女心がわかんないよ。いや、ラルゼイ男っす。見てクリス、お家がこんなにたくさん、色を変えてみたらどうなるかな。ああ、虫けらずよ。世の現れること二度となしと思ったんだったら残念でした。は？誰だよ。いや、いたわこんなやつ。よーほーほー、おかパイレーツどもよ。何時像でディ・ジョーンズの元映画をクラン。あの、海賊キャラか文豪キャラどっちかにしてもらえますか。あ、うん。そうだ、ルールの産卵サー君が大変です。具合が悪くなっちゃって。やや、ゲップはさせてみたかな。あと中性風大根おろしとか飲ませるといいかもしれず。で、さようなさじにかまけている暇なし。世はこの島を制圧しシカルのち、何時像成敗す。プチプチジューシーな島をクイーン殿に献上すれば、麗しきクイーン殿の世に褒美を垂れるわ、ひって。世は晴れてクイーン殿の頼れる左腕とならん。ああ、すなわち、アルティメット下僕の側世のもの。心してみよ、何時像メッスデストロイヤー。この、なんか変なのの姿を。またこれ、ああ世のバトルが羨ましいかな、悔しいかな。怖い西への行く坂見の片白。キング殿のゴミ捨て場より世が救出し。本世界のスクラップショップにて修理し物。アヒル、ですね。黙れブライカンズ、そんなの知ってるし、いざ行け、我がアヒルタン。え？ちょっとマジで先急いでるんですけど、こいつ連れてきたのやっぱり失敗だったな。しかも家を占領ってなんだよ。わかりませんがとりあえず占領してみますか。ラルゼイはルールの動きを引いてくれ。なるほど、交互に家を占領していって最後どっちが多く占領してるかみたいなことか。ラルゼイが気をそらすとルールノーが占領できる家の数が減少するわけですか。負けました。見よ、ゲームの決着の月日様を。見よ、世の所有する不動産の何時図よりも大き様を。バトル方やめー。でもなんか試合は勝てたみたいですね。じゃあこの勝負何だったのよ。ついに、世の勝利なり。ああ、いかなるものか、虫けらず。最強オブ最強たる世にコテンパンにされし気分は。この反目光にぶっ倒されし気分は。あは、あははは、あははははは。それで、この後はどうなるんですか？それな。うん？ルールノーさんの方がお家をたくさん占領しましたよね？で？はっはっは、手によき質問なり。で？何も考えてないんですね？うっさし黙れ。なうしらしめん、世のプルーパワー。ああ、虫けらずよ、とくとみよ。ルールノーカードのリアルパワーを。普通に言えや。いやでもこいつなんか攻撃してきそうな感じ。そういうこと。そうだよな、こいつだって違うところから来たんだもんな。あ、道開けたわ、ありがとう。そうーん。あ、そっか、ルールノーさんもこの世界には対応できないんだね。じゃ、行こうか。なんでしょうね。ランサーの時より全然心配じゃないですね。頭は石になってないみたいだし大丈夫じゃね。やっぱり普段の行いって大切なんだな。ルールノー、お前は悪い奴じゃなかったよ。いや、あいつまだ生きてるから。ボートデート再開。おお、お前そういうこと言うなよ、意識しちゃうだろ。お客さん、記念撮影いかがですか？え？いや、なんか恥ずかしいし。ボートのアトラクションももうすぐ終わりみたいだね。あ、カメラがある。何かポーズする？写真は撮らないって選択肢も当たり前のように下品なポーズを選ぶな。じゃあクリス。なんかアズリエルをハグした時を思い出すな。今の、本当に、写真撮られちゃったの？とりあえず、先へ進もっか。ラルセイめっちゃ照れてんじゃーん。何時図、ようここに置いてくつもり？そのフォトグラフも世には見してくれないの？緊張できぬかと思った。ボート、楽しかったね。あ、そうだね、楽しむより緊張の方が強かったけど、爆弾置いときますね。ねえ、クリス。今頃スージーは何をしてるかな？クリスも気にならない？ノエルを救出できたのでしょうか？それじゃあ、目を閉じて、思い浮かべてみようよ、スージーは今何をしてるかなって。それって私のただの妄想になりません？不思議な、お月様、こんなの初めて見る。この世界、お姉ちゃんにも、見せてあげられたらな。いや、お姉ちゃんまで巻き込むのはやめよう。誰かいるの？え、待って。私はもう捕まってるよ。なんでまた捕まえるの？ノエル、かわいい。もしかしてスージー？やるやん、スージー。まあ、これも私の妄想なんですけどね。スージー？今、私を助けてくれた？こんなん惚れるわ。ノエルが妊婦に見える。あ、今のでも解任ですね。今回だけだ。あ、うん。カッコつけちゃってもう、バードリーもさ。ノエルがスージーのこと好きなの知っててスージーだけを連れてきたんだろうな。いい感じな、好きだな。そうだね。でも、やっぱりちょっと変じゃない？私たち、どうしてこんなところに？っていうか、ここは一体どこ？ああ、それはあれだな。闇の世界なんていうわけにいかないですよね。これはクイーンの館だ。その、なんだ、夢。これは全部夢だよ。え？あ、そっか、そうだよね。スージーがここにいるってことは、夢だよね。だって、現実のスージーは私のこと助けてくれたりしないもん。私のことなんて、きっと気にもかけないよ。あ、ああ、
なんでそんな風に思うんだ。だって、スージーは誰のことも気にかけないし。ああ、まあ確かにそうっちゃそうだけど。スージーがなんでお前をいじめないのか、考えたことあるか。はあ、そんなのいつも考えてるよ。ひょっとしたらだけどさ、スージーが初めてお前のクラスに来た時、お前、鉛筆貸してやったじゃん。ほら、キャンディーステッキみたいな、ダッサいやつ。で、その鉛筆だけでキャンディーみたいな味はしなかったけど、スージーはさ、その時のお前の笑った顔を覚えてて、こいつはいじめんのやめとこうって思ってんじゃねえの。それは、ずいぶん、具体的だね。ああ、まあ、なんつうか。え、待って、あの鉛筆食べたの？いや、だからさ。てか、よく、夢に出てくんのか、俺。あ、その質問照れちゃう。私そろそろ学校の課題やらなきゃ。スージーさっきの斧で私を殴って目を覚まさせて。はあ、んなことできっかよ。どうして？だってこれは夢でしょ？ああ、いやー。それよりさ、もうちょいなんかして遊ばねえ。そうだね。バードリーにはもう少し待っててもらっても。しゃ、じゃまずはこの部屋から脱出だな。あ、もうなんかいいっすね。今回イライラ会かよ。ほっこり会の間違いでは？このまま右の方へ進んで。ああ、ここにある、この。これはあのカップルが乗るという。観覧車に乗ればいい、ハート型のな。しかもハート型、トビーさんいい仕事してくれてますわ。何ブズブズしてんだよ、さっさと乗れよ。ごめん。完全に照れ隠しで草、それも数字っぽいですけどね。あ、あの中ではどんな状況なのでしょうか。なんだこれ、何をどうすればいいんだ。くそ、クリスならできるわかんだろうな。はい、恋愛マスターのレースにお任せを、指でハートを飛ばしなさい。いや、やればクリスのわかんないな、できる。やるよ、いややらねえだろ。あー、観覧車、ってさ。車っつうか、どっちかっつうとバカでテンションいいんだよな。やっぱりクリスと一緒に乗るのとは違うな。どうしたんだよ、高いとこ怖いのか。全然、むしろ高いところは大好き、あはは。震えてんじゃねえか。あ、ちょっとだけ怖いかも、でも。私ね、実は、怖いもの、好きなの。なんだよそれ。ちっちゃい頃、よくお姉ちゃんと二人で、夜遅くまで怖い映画を見たんだ。最初は怖くて泣いてたけど、今は、ホラー映画を見ると、なんていうのかな、落ち着く、みたいな。落ち着く、まあ俺もティラノドロドロタの好きだけどな。確かに怖いんだけど、テレビ消しちゃえばもう見えないでしょ。それより私が本当に怖いのは、人、かな、はは。てかはっきり言えよ、俺が怖いって。あはは、そうだね、スージーも怖いかな、でも、それって、スージーのいいところでもあるよ。あ、だよそれ、どういう意味だよ。スージーは怖いけど、悪い意味じゃないってこと。スージーは、規則を破ることを怖がらないでしょ。私にも突拍子もないことをする勇気があったらな、って。よし、突拍子もなく飛びついちゃおう。あー、じゃあさ、今突拍子もないことするとしたら、お前、何する？そうだな。窓から飛び降りる。そういうことじゃなくて。だって、これは夢でしょ？飛び降りたら、背中に大きな天使の翼が生えてきて、ずっと遠くまで飛んでいって、振り返るとそこには、街の夜景がクリスマスの電飾みたいにキラキラしてるの。それは、綺麗だろうな。てかお前まさか、本当に飛び降りたりしねえよな。あはは、どうかな。ねえ、スージー。スージーはこの景色を見て、どんなことを考える？俺、お前の方が綺麗だよ。で、街が全部ちっこく見えるから、スージーらとかに変身して、ぶっ壊してやったら楽しそうだな。あはは、スージーってば。へ、なんだよ。スージーらに変身することとか、よく想像するの？ああ。それのどこがロマンチックなんだ。てか嘘をつくと嘘を言うってどう違うんだ。いや、今適当に思いついただけだ。スージーの尻尾って、嘘つくときいつもそうなる？あ、みんなよ。これは尻尾なんてない、これも夢だ。あ、そっか、ごめん。じゃあ今度起きてるときに尻尾があるか見ないとね。な、やめろよ。あはは、どうしたのスージー、大丈夫？あのな、俺は、その、尻尾のことはあんまり人に知られたくねえんだよ。そっか。私は、素敵な尻尾だと思うけどな。へえ、そうかよ。尻尾振ってる。もうちゃっかり喜んじゃってるんじゃーん。あ、もう到着かよ。てかこれ今更だが、観覧車の動き方じゃねえな。もう、震えてねえな。心が落ち着いたのかも。俺もだ。はわー、これ泣くありじゃね。なんつうか、割と楽しかったな。は？毎日こんな夢が見られたらいいのに。つうか、別に夢じゃなきゃいけないわけでもねえだろ。え？ひょっとしたら、その、いつか、さ。そうだよ、また観覧車乗りに行っちゃい。本当にやめてほしい。今めっちゃいいところだったのに。バードリー、空気読もうぜ。ノエルゾー、君を救うべくナイトが駆けつけたぞ。あー、楽しい夢、終わり。大丈夫だ、バードリーは味方だ。さっきておくんだ。そうともノエルゾー案ずる中で、僕はバカになった。大丈夫だ。じゃ、俺はちょっくら世界救ってくるわ。頑張ってね。追い投げっぽやろう、あとは任したからな。あ、しかと任されたよ、スーザン。へ
冷静、ジーニアスと共にあれ。スーザン、かっこよすぎだろ。ああ、嵐のように去ってしまった。ノエル、君にどう伝えたらよいものか。君にはこれまで、本当に世話になりっぱなしだったね。申し訳ない、どうか許してほしい。嘘、バードリーが、謝ってる。ありがとう、大丈夫私ちゃんとわかってるよ。二人きりの時はいつも優しくしてくれたよね。バードリーは私のために幸せな世界を作ろうとしてくれた。でもやっとわかってくれたんだね。その世界はだいぶひどかったって。いや、そうとも、それもある。それも謝ろう、でも。僕が謝りたいのは、君に気を持たせてしまったことだ。はぁ？わかっているよ、君が僕の勉強を見てくれていたのは。僕に惚れているからだと。は？もうノエル笑っちゃってんじゃん。大丈夫、何にも恥ずかしいことじゃない。むしろもっともなことさ。ただ、やっぱり本当のことを伝えなくては。僕は君との関係を壊したくなかった。だから、気持ちに応えるふりをしなければと思っていたんだ。ちょっと待って、話が全然。それだけじゃない、実は僕は。別の人を好きになってしまったかもしれない。は？誰だよ。どうかや気持ちなんか焼かないで。誰に？スージーにさ。ノエル、バードリーピンジャーデカバードリー。あいつ何にも分かってなかったんだな。というわけなんだよ。なるほど。これ、参上。この上にさっきの観覧車、ラルセイ大丈夫？へへ、待たせたな。別に待ってないよ。なーんてね、今のはやや、本当は待ってたよ。お前、もうちょっとやり前に勉強した方がいいぜ。ラルセイそれ頭どうなってんの？よし、いよいよクイーンとの対決か。よし、じゃあ行くか。